今日午前、札幌市中央区の交差点でトラックとタクシーが衝突し、タクシーの乗客の女性が軽いけがをしました。事故があったのは札幌市中央区北一条西15丁目の北一条通りの交差点です。午前9時過ぎ、交差点前の交番に勤務する警察官が衝突音を聞き、外に出たところトラックとタクシーがぶつかっていたということです。この事故でタクシーの乗客の40代の女性が顔面を打撲し軽いけがをしました。他にけがをした人はいません。警察は北一条通りを走ってきたトラックが交差点を右折する際、直進してきたタクシーとぶつかったとみて、双方の運転手から話を聞き、事故の原因を調べています。